一支備大火日。火災後の情景。一支備大火は、1953年12月25日のクリスマスの日に、香港、九龍の石尾にあった木造のバラックの密集地区で、発生した火災であり、消失面積は45世に達し、5万人以上が焼け出された。その後、火災現場の跡地には、香港公共防野が建設された。第二次国境内戦の前後、 中国大陸から多数の難民が香港に流入して、急流北部の山辺に木造のバラックを建てて住むようになり、一時期には人口の25%近くがこうした両家の住民であった。こうした木造住宅地区では、例えば1951年11月21日の急流城トンタウ村の大火のように、しばしば火災が発生しており、住民は、 火事の際に逃げ延びる備えをいろいろとしていた。当時はクリスマスに関わる行事などは盛んではなかった。1953年12月25日21時25分、白田村州や須藤124号にあった一軒の木造家屋の2階にあった靴製造の作業場で灯油ランプを灯していたところ、不注意からその火種が毛布や生花用の接着剤に引火して出火した。 火災発生後、まだ間もない段階では、火の勢いは決して強くはなかったが、近傍の30軒ほどの家屋に波及した。ほどなくして、強烈な北風が吹き、火星をたちまちあちこちへと広げ、10分足らずのうちに数百個に延焼した。22時、炎は白田村から東湾都西外に向かって広がり、火星はますます収集がつかなくなった。火災発生時、 消防局長だった、ウィリアム・ゴーマンは事態を重く見て、直ちに、香港島からも消防車を海を渡って出動させ、交尾の消防人員にも招集をかけて、火災現場の救援に当たらせた。しかし、消防隊員たちが現場に到着した23時10分には、白田村はすでにことごとく焼き払われており、木造、石造を問わず家屋は、すべてが、怪人に返し、 現場一面が焼けたが歴となっていた。なお、大火の余生は残っており、12月26日の2時30分に、ようやく沈下した。当時の香港総督、アレクサンダー・グランサムのイギリス政府への報告では、この石王の大火は、多くの木造家屋の区域に及び、その範囲は、白田上村、白田下村、石尾村、加護城村、加護下村、大保村を含み、 消失面積は41エーカー、16.4ヘクタール相当に達したとされた。大火6時間に及び死者3人、負傷者51人を出し、消失した木造家屋は2580件で、およそ1万2二千世帯58203人が立災し、帰る家を失った。百五十四年一月十七日、対局権の使い手である。 クレコーギと白ツル県のチンカツオが、マカオの新花園娯楽場のプールで、チンヒブと称されたブズズの競技会を開いた。審判役のナニ県は、勝ちも、引き分けも、負けもないと宣言し、この行事で集まった27万香港ドルをチャリティーに寄付した。この大化によって、木造家屋の地区が広範囲にわたって、廃墟と化し、被災者が住まいを失ったため、 香港成長は被災者たちを収容するために、現場付近に、兵法と称される2階建ての長屋を建設した。これらの兵法は、当時の公務局局長だったセオドアルイス・ボーリングの中国名、法安氏から、法安氏兵法と称された。その後、火災現場後には、6階、内市7階建てで、H 字型の形状をした。 最低住のための大きな集合住宅が29棟建設され被災者たちが入居し石を最低住区が設けられたがこのうち第9棟から第12棟までは国際連合から寄付された資金によって建設されたこれ以降香港成長は公共住宅の建設に取り組んで仮想市民たちに住まいを提供するようになりこうした背景の中で 後の香港防衛委員会の前身となった香港や境建設委員会が創設された。ありがとうございます。